します。お待たせしました。発車いたします。手すりをお持ちください。お待たせいたしました。毎度阪急バスにご乗車くださいましてありがとうございます。重曹、新三国橋、城本、神津島経由、阪急園田駅行きでございます。次は阪急3番街、阪急3番街でございます。お客様にお願いします。持ち主不明の荷物がありましたら、運転士までお知らせください。次は阪急3番街でございます。お降りの作業遅刻の交渉ボタンでお知らせください。ご注意ください。ご注意ください。阪急3番街止まります。ご注意ください。お待たせしました。発車いたします。手すりをお持ちください。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。重曹、新三国橋、城本、神津島経由、阪急園田駅行きでございます。次は茶屋町、済生会病院前でございます。次は茶屋町でございます。ださい。失礼いたします。でございます。茶屋町通過いたします。次は中津6丁目、中津6丁目にございます。危険ですので、走行中は席の移動をなさらないようお願いします。お子様連れの方は特にご注意願います。100円、50円などの両替も。運賃箱でご利用いただけます。あらかじめ両替の上、小銭をご用意願います。また、走行中の両替は危険ですので、停車時にご利用ください。次は中津6丁目でございます。ご注意ください。お願いいたします。止いたします。 中津6丁目でございます。中津6丁目通過いたします。次は10層でございます。ベルコセレモニーホール10層へお越しの方、安陽堂皮膚科衛生外科へお越しの方は次が便利です。お客様にお願いします。 車内での携帯電話の使用につきましては、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮願います。また、混雑時や優先座席付近では、電源をお切りください。阪急高速バスのご案内です。阪急高速バスは、梅田、阪急3番街から各方面に毎日運行いたしております。詳しくは、 阪急バスホームページをご覧ください。ふるさとへの帰省や旅先には阪急大阪梅田駅よりアクセス便利な阪急高速バスで皆様のご利用をお待ちいたしております。お客様にお願いします。持ち主不明の荷物がありましたら運転士までお知らせください。この車は新三国橋、城本、神津島経由 阪急園田駅行きでございます。お知らせいたします。ご注意ください。次は10層でございます。 間もなく10層でございます。10層通過いたします。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。新三国橋、城本、神津島経由阪急園田駅行きでございます。 野中南2丁目でございます。お降りの際 IC カードをご利用の方はカード読み取り部にタッチしてください。リュックサックや大きなカバンは前に抱えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようご協力お願いします。次は野中南2丁目です。車いたします。ご注意ください。間もなく野中南2丁目です。通過いたします。ご乗車お疲れ様でした。次は野中北1丁目野中北1丁目でございます。地域を巡り暮らしをつなぐシステムの大阪府交通対策協議会からのお願いです。みんなで交通事故をなくしましょう。しっかりとルール守って事故防止。お降りの方はボタンを押してお知らせください。次止まります。お降りの際はドアが開くまでそのままお待ち願います。次野中北1丁目止まります。お忘れがございませんようご注意ください。ドアが開くまでお待ちください。ご乗車ありがとうございました。野中北1丁目です。お待たせしました。ありがとうございます。ドア閉まります。お知らせいたします。発車します。追加は手すりをお持ちください。次は新高1丁目新高1丁目でございます。毎度ご乗車ありがとうございます。お降りの方はボタンを押してお知らせください。次は新高1丁目でございます。お願いします。ご注意ください。まもなく新三国橋です。止まります。ご乗車お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。ドア閉まります。発車いたします。ご注意ください。次は日の出町2丁目でございます。内科小児科小林医院へは次が便利です。毎度ご乗車ありがとうございます。運賃は車内前方のモニターで整理券番号と金額をお確かめの上、運賃箱へお入れ願います。次止まります。お降りの際はドアが開くまでそのままお待ち願います。次日の出町2丁目へ止まります。お願いいたします。ご注意ください。まもなく日の出町2丁目です。お忘れ物がございますようご注意ください。バスが完全に止まるまでその場でお待ちください。お待たせいたしました。止まります。日の出町2丁目到着です。はい、どうぞお待たせしました。とうございます。ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、どうも。こっち、お足元こっちください。はい。お邪魔しまいます。発車いたします。ご注意ください。ご乗車お疲れ様でした。次は湯船町でございます。お忘れ物以外をご注意ください。毎度観光バスにご乗車くださいましてありがとうございます。お降りの際は足元にご注意ください。この車は町本大洲芝経由阪急園田駅行きでございます。次の湯船町は左に曲がり、阪急園田駅方面に止まります。お次は日の出町でございます。ありがとうございました。今日の最後の1丁目です。ありがとうございます。ありがとうございました。ドア閉まります。お願いいたします。ご注意ください。次は島へでございます。リュックサックや大きなカバンは前に抱えるなど。周りのお客様のご迷惑とならないようご協力お願いします。100円、50円などの両替も運賃箱でご利用いただけます。あらかじめ両替の上、小銭をご用意願います。また、走行中の両替は危険ですので、停車時にご利用ください。次は島屋でございます。ご注意いたします。ご注意ください。お降りの方はボタンを押してお知らせください。湘南坂山15丁目止まります。ご注意ください。ありがとうございました。湘南、坂山彦さんです。お願いしました。ありがとうございます。あ、はい。ありがとうございます。ドア閉まります。はい、じゃあドア閉めます。ご注意ください。以下は手すりをお持ちください。次は小ごとでございます。皆様の周りに。お年寄りやお体の不自由な方、ニートの方、小さなお子様をお連れの方がいらっしゃいましたら、席を譲り合っておかけください。また、車椅子、ベビーカーでご利用の方に、皆様のご協力をお願いします。次、止まります。お降りの際はドアが開くまで、そのままお待ち願います。次、小ごと止まります。ご注意ください。ありがとうございました。小ごと到着です。でございます。忙しい橋でございます。通過いたします。次は今在池町でございます。毎度ご乗車ありがとうございます。お降りの際は足元にご注意ください。次は今在池町でございます。発車いたします。ご注意ください。次、止まります。お降りの際はドアが開くまでそのままお待ち願います。次、今在駅町止まります。失礼いたします。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。今在駅町到着です。お待たせしました。ありがとうございました。ご乗車ありがとうございます。ドア閉まります。発車いたします。ご注意ください。追加はご乗車お疲れ様でした。次は神津島でございます。お降りの際、IC カードをご利用の方はカードやテレビにタッチしてください。毎度阪急バスにご乗車くださいましてありがとうございます。お降りの際はドアが開くまでそのままでお待ちください。お客様にお願いします。一日ご連絡のお知がありましたら運転手までお知らせください。ご乗車は阪急園田駅行きでございます。まもなく神津島でございます。お降りの際はドアが開くまでそのままお待ち願います。まずは完全に止まるまでそのままでお待ちください。神津島到着です。はい、どうもお待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ドア閉まります。失礼いたします。ご注意ください。次は戸倉西でございます。危険ですので、走行中は席の移動をなさらないようお願いします。次は戸倉西でございます。いたします。ご注意ください。ありがとうございます。出しております。発車します。ご注意ください。手すりをご乗車お疲れ様でした。次は阪急園田駅、阪急園田駅終点でございます。眼科一般、メガネ、コンタクトレンズ処方の立花眼科へは次が便利です。IC カードをご利用の方はカード読み取り部にタッチしてください。お忘れ物のないようご注意ください。毎度阪急バスにご乗車くださいましてありがとうございます。お降りの際はドアが開くまでそのままでお待ちください。お客様にご協力をお願いいたします。このバスは次のバス停が終点でございます。降車の際お忘れ物や不審物などお気づきの点がございましたら運転手までお知らせ願います。お客様にご協力をお願いいたします。このバスは次のバス停が終点でございます。降車の際お忘れ物や不審物などお気づきの点がございましたら運転手までお知らせ願います。次の阪急園田駅は阪急電鉄高架を越えて左に曲がり右出口までが止まります。終点阪急園田駅でございます。いたします。ご注意ください。ありがとうございました。終点半島の駅到着です。ありがとうございます。お待たせしました。お待たせしました。ありがとうございます。